お疲れ様です。SJ です。本日もよろしくお願いします。これを聞いて、良いと思ってくれた方も、良いと思ってくれない方も、チャンネル登録の方、よろしくお願いします。なお、Twitter の方も、ボクシング言いたい放題ラジオで登録してありますので、ぜひ、フォローの方、よろしくお願いします。それでは始めましょう。今回は、スーパーパンダム級先生。はい、これ、もうスーパーパンダム級が、今、かなり自分の中でブームにあります。井上尚弥選手が来年食い込むスーパーパンダム級。ただこれですよ、もうこれコメントでも結構あるんですが、まだバトラーには勝ってませんからね、井上尚弥選手は。まあその辺ご理解お願いします。まだ井上尚弥選手はバンタム級です。バトラー選手もうこれからです。もうね、これ本当にバトラーに勝った体でもう話がどんどん進められちゃってますね。これ井上選手これ負けちゃったら、まあ負けないですけど、試合が成立すれば負けないと思いますけど、もし負けちゃったらこれどうなっちゃうんでしょうか。もう勝った体でどんどん話が膨らんでるんですよ。これもういい迷惑かもしれませんよね、もう本人からしたら。俺まだ試合やってねえよって、そういう感じですよね。まあとにかく、まあ、バトラーに勝った体で、来年、井上尚弥選手が、スーパーパンタム級、行くとされてますね。だがこれ、この話は、まあ、次あたり、ちょっとゆっくりしていこうかと思うんですけど、これ、ちょっと今、スーパーパンタムに行っても、いきなり、チャンピオンとは、できる可能性は低いですね。はい。まあこれ、ムロジョンの怪我、そしてムロジョンは IBF で指名挑戦をやらなければいけない。そしてフルトンは、スーパーパンダムを保持したまま、フェザー級に挑戦。そして、これ、フルトン。WBC の方です。フルトンは WBC の方で、王座を保持したまま、フェザー級に挑戦。そこで WBC 先生は、挑戦者決定戦を、これから始めます。フルトンに挑戦するという権利を誰が得るか、フルトンがスーパーバンタムに残る体でですよ。まあフルトンがスーパーバンタムからもしいなくなったとしても、 WBC のこれチャンピオンの座を奪うということですね。そこでもうこれ WBC の方は決まりましたね、この挑戦者決定戦。まず1位の、これおなじみのルイス・ネリ。そして2位のアザト・ホバニシャン。この2人で、まず決定戦を、挑戦者決定戦を行います。このルイス・ネリっていうのは、もう、これはもう超有名ですよね。もう日本でも試合してますし、もういろんな悪道、問題児。もうかなりの嫌われ者です、ネリは。ただ、ネリは、最近、まあ結婚してから、もう心を入れ替えたとは言ってます。俺はもう変わった。そう言ってますね。まあ、それが果たしてどこまで、本当なのかはわかりません。このネリの戦績、現在のところ、33勝1敗。33勝のうち 25KO。KO 率かなり高いです。まあ力もありますね、ディフェンスもいい。これ直近の試合はカルモナに KO勝ちですね。このカルモナは連敗中なんですよね。まあ強かった選手なんですけど。もう3連敗ぐらいだったと思います。2連敗中でネリに負けて確か3連敗。ただこのその前にやったカストロ。これが強い選手で、これネリが2対1の判定勝ち。僅差の判定勝ちで勝ったとなってますけど、自分この試合見たんですよ。カストロ戦。これ、ネリが、もう、僅差じゃなく、普通に判定で勝ってたように見えました、自分には。まあ、これ、一番近い距離で見る審判がそう判断したので、まあ、2対1となってますね。まあ、ネリというのは、ボクシングは、まあ、引くとこはずっと引いてる。後ろにもずっと下がるシーンもあります。ディフェンスいいですよ、すごい、かなり。そして攻撃も一回回転しだしたら止まらない感じですね。もう打ち続けます。ただ、下がるときはずーっと下がるんですよ。
もうちょっとスウェーっていうんですか、このそういうディフェンスが多いですね。もうガードもがっちり固まってます。基本的に何でもできる選手ですネイリーは。力もありますよ。それに対してこのアザト・ホバニシャン、この選手はアルメニア出身の選手ですね。21勝3敗、21勝のうち 17KO、 かなり KO 率高いです。このアザト・ホバニシャンはこの階級で、自分の知ってる限りだと一番のハードパンチャーです。この21勝3敗となってるのですが、このうち一番最近負けたのが2018年、あのレイ・バルガスとやって負けてるんですよ。いや、この試合っていうのはレイ・バルガスとの試合見ましたが、いや、アザト・ホバニシャンもうずーっと前に出て出続けて、レイ・バルガス結構やりづらそうにしてましたね。このアザト・ホバニシャンもうパンチ力がやばいです。もう音聞けばわかりますよ、ジャブでも。まあこの選手をどんどん前に出続ける選手です。もう頑丈です、体が。ガードも硬い。この3敗のうち KO 負けは1個もないんですよ。あとレイバルガス戦以外の負けっていうのももうかなり昔なんで、これもう最近ずっと勝ってますよ。これチャンピオン候補ですね、アザト・ホバニシャン。すごく強いです。そしてこのアザト・ホバニシャン何が強いかというと、ストレート系ってよりも、ジャブとかワンツーってよりはどっちかといえば右をいきなり出した後に、あと左ボディを2発とかダブルで打ったりするんですよ。それがすごい威力です。ボディかフックだと思いますね、得意パンチは。自分の見たところ、全試合見たわけじゃないです。自分が見た試合だとなんかボディにつなげるパンチが多かったですね。まあすごく重いです。これこの2人どっちが勝つかというと、まあ、大方ネリだと思う人が多いと思うんですよ。なぜかというとアザト・ホバニシャンの情報っていうのがそこまでないんで、みんなネリって言うんじゃないでしょうか。ただ自分はこの試合ちょっと難しいんですが、アザト・ホバニシャンがこれ KO 勝ちするんじゃないかと思います。ヌルイス・ネリはディフェンスもかなりいいです。そして動きますよ、アウトボクシングもできるんですよ。ただこれアザト・ホバニシャンに捕まっちゃうんじゃないですかね。おそらくネリーがアザト・ホバニシャンをどう研究するかによっても勝負の行方は変わります。ネリーはもう本当に研究すると思います。正面からぶつかり合ったらネリーに勝ち目はないです、このアザト・ホバニシャン相手に。あとちょっとこれ面白いのが、まあ、前回の動画でも言ったんですが、アザト・ホバニシャンワイルドカードジムで練習してます、ロサンゼルスの。そしてフレディ・ローチにセコンドもついてもらったりしてます、試合では。それに対してネリーももともとはワイルドカードジムで練習していました。フレディ・ローチの下というかフレディ・ローチに習っていました。だがですよ、ネリーは悪童、まあ、問題児。もう少しの期間でワイルドカードジムを去ります。まあ不義理ですよね。まあフレディ・ローチ、これ絶対ネリーをいいようには思ってませんよね。だからこの試合はアザト・ホバニシャンの方にフレディ・ローチがセコンドにつくと思います。この辺ちょっと面白くないですか。裏切り者のネリを倒す、まあそういう構図ができちゃいますよね。フレディ・ローチを裏切った人間ネリ、ちょうどこのフレディ・ローチがトレーナーをやっている時なんですよ。ロドリゲス戦、あの減量失敗覚えてますか。ロドリゲスがもう試合やらないと言った時、あの時ちょうどネリのトレーナーがフレディ・ローチだったんですよ。計量も立ち会ってるんですよ、フレディ・ローチが。まあああいうことがあるんで、アザト・ホバニシャンこれ全力で
ネリを潰しにかかりに来ますね。もうフレディ・ローチが徹底的に教えてると思います。いやー、この試合ちょっと楽しみですね。皆さん、これネリとアザト・バニシャンどっち勝つと思いますが、アザト・バニシャンはまだ情報があんまり出回ってないと思うんですよ。ワイルドカードジムで井上尚弥選手とスパーリングをやったとの情報も入っております。井上尚弥選手が、まあ、スパーリングで押していた、まあ、そういう情報が一部入っております。まあ、押していたということだけ聞いています。いやー、これとにかく楽しみな一戦です。アザト・バニシャン、ルイス・ネリを仕留めると思いますよ。フィゲロア対ネリ、あんな感じになると思います、この試合は。そしてアザト・バニシャンが、どうなるか、フルトンがフェザー級に行っちゃうか、そしてスーパーバンタムに残るなら、アザト・バニシャンと戦う可能性がありますね。アザト・バニシャンが挑戦者になるんで、これ続報を楽しみに待ちましょう。まあ、全てはまず井上尚弥選手4団体統一してから来年ですね、話が動くのは。はい、と本日はここまでとなります。これを聞いて良いと思ってくれた方はチャンネル登録の方よろしくお願いします。 Twitter の方もボクシング言いたい放題ラジオで登録してありますので、フォローの方よろしくお願いします。以上です。ありがとうございました。